はい、こんにちは。今回ね、ご紹介するのは、じゃじゃーん、プッチョ。ね、私プッチョね、紹介すること多いんですけど、どんだけプッチョ好きなんだってことですよね。今回のね、プッチョはね、まあ今までね、AKB さんでしょ、それからこの間紹介したのはワンピースでしょ、で今回ね、これモンハンですよ、モンスターハンターね。なんかこんなやつにね、プッチョ変わってますね。じゃあ早速ね、これ開けてみたいと思います。はい、開けてみました。これね、今度のプッチョはね、これやっぱりね、ヨーグルトソフトキャンディーベースで、いろんなプチプチグミが入ってミラクルって書いてますね。でこれ見てみると、どうもね、リンゴパイナップルって書いてあるんで、この間のね、一番最初のバージョンに紹介したワンピースのパターンのやつみたいですね。はい、ということでパッケージ、こんな可愛いパッケージになってます。はい、そして、おまけの方ですけど、おまけの方はね、これ今回ね、缶バッジになってます。全部で5種類あるようですね。はい、いろいろまあ柄が書いてあるんで、こういうのが入ってるんじゃないでしょうか。はい、じゃあ今回何当たったか、ちょっと開けてみたいと思います。はい、こんな感じになってますけどね。これ私ね、あんまキャラクターね、詳しくないんでよく分かりません。名前ね、どっか書いてあるかなと思ったんですけど、書いてないです。またね、ちょっとプッチョのホームページでね、調べてみたいと思います。はい、プッチョワールド、今回はモンハンに変わってるということでね、全5種類、こういう缶バッジが入ってるということで、意外とね、今またね、缶バッジがちょっとね、小さい子供の間でね、流行ってるらしいですね。まあ地域性があるかもしれません。はい、ということでね、まあなんかのポイントにちょっとね、カバンとか帽子とかつけてみてはいかがでしょうか。じゃあまた新しいのが出たら紹介します。じゃあまた、バイバーイ。